こんにちは、あきとです。過去問解説で2016年京大文系の第4問を見ていきたいと思います。問題はこちら。四面体 OABC が条件頂点 ABC からそれぞれの対面を下ろした垂線は対面の重心を通るを満たすならば、それは正四面体であることを示せ、こういった問題となっております。今回は空間図形の問題ですので、まずは図を書いてどういう状況なのかというのを把握していこうと思うんですが、まず問題文で四面体 OABC というふうに言っているので、四面体を書いてあげて、例えばこんな感じで四面体 OABC というものを用意するよと。で、この時に条件として頂点 ABC から対面垂線を下ろすよと。例えば A から対面 OBC に向かって垂線を下ろすんですが、この垂線に関する条件としてこれが対面の重心を通るよと。すなわちこういうふうに下ろしていった時のこの点というものが三角形 OBC の重心というふうになっているよと。A だけじゃなくて BC からも同じく、B から対面 OAC に向かって垂線を下ろしていくと、ここが三角形 OAC の重心というふうになっていて、 C から対面 OAB に向かって垂線を下ろしていくと、ここが三角形 OAB の重心というふうになっているよと。この条件を課した時に四面体としてこの四面体が正四面体というふうになっているよ、そのことを証明してくださいというふうに言っているわけです。今回のこの条件というものはある程度対照的な条件というふうになっているので、この条件を満たす四面体というものはある程度対照的な図形というふうになっているはずなんですが、ただもうこの条件化してしまうと、その四面体は正四面体となるしかないよと、そのことを証明してくださいというふうに言っているわけです。今回は空間図形の問題ですので、基本的な処理の方針として図形的に初等幾何的に処理をしていくか、もしくは空間ベクトルを使っていくか、空間座標を使っていくか、大きくその3通りの方針というのは考えられるんですが、今回のこの条件の処理というのを考えた時に、空間座標を設定する際には文字をたくさん置いたりしなければいけないと思いますので、その処理っていうのはちょっと大変そう。もちろんできるとは思うんですが、とりあえずここでは初等幾何的な方針と、あとは空間ベクトルを使う方針ということで、2つの回答っていうのを紹介しようと思います。実際の試験上でも、まずは図形的にこの処理っていうのはできないかというのを考えてあげて、それが思いつかなければ、ある程度計算によって処理できるベクトルを使って処理していこう。そんな感じで考えていけるといいのかなというふうに思います。まずは図形的な処理っていうのを紹介しようと思うんですが、改めてちょっと図を書き直して、今回は四面体を考えていて、最終的にこれが正四面体であるということを証明したいよと。すなわち構成している全ての面が正三角形というふうになっているよ。そのことを証明したいので、例えば辺の長さが全て等しいみたいなことを証明することができれば、それで正四面体であるということが言えるわけです。で、そのために条件として垂線だったり、あとは重心みたいなこういった条件を考えてあげるんですが、例えばこの重心というような条件を考えたときに、じゃあ C からこの OAB に向かって垂線を下ろしたときに、それが三角形 OAB の重心となっているよ。このことに注目してあげると、重心の定義っていうものは3つの中線の交点ですよと。例えばこんな感じで OA の中点 M みたいなものを取ってくることにしたいと思います。OA の中点みたいなものを取ってきてあげて、あとは三角形 OAB の中で他のところ中点中点取って結んであげると、それが1点で交わって、それを重心というふうにしましょうと。他の見方で言ったときに、じゃあ中点取ってきたときに、この BM というものがあるわけなんですが、BM を2対1に内分するような、そんな点が重心になるわけです。なのでそのことを考えてあげると、この BM を2対1に内分する点、これが三角形 OAB の重心というふうになっていて、で、これが今の条件として C から OAB に向かって垂線を下ろしていくよと。この時に重心になっているよということですので、こんな感じの図を書くことができるわけなんですが、今回最終的に正四面体であるということを証明したいので、辺の長さが全て等しいよみたいなことを言いたいんですけど、特にこの重心のところで中点みたいなものを用意したわけなんですが、このことに注目してあげると、今、OA みたいなのがあって、ここに中点 M っていうのを取ってきてあげて、三角形 OAB というところに注目してあげたときに、最終的にこれは正三角形となるみたいなことが言えるわけなんですが、中点を取ってきているので、じゃ何を示せばいいのかといったときに、じゃあもし仮にここが垂直ですよと、この BM と OA が垂直ですよみたいな、そういったことが言えるとすると、こういうふうな感じで重心なので中点を取ってきているわけなんですが、上の三角形と下の三角形、2つの直角三角形合同というふうになるので、ここの2辺の長さが等しいよと、すなわち BO と BA が等しいよみたいなことが言えて、こんな感じで辺の長さが等しいよみたいな情報が出てくるわけです。今これは OA の中点 M と、あとはここの部分だけ考えましたが、例えば奥の方の三角形 OAC 同様にして考えてあげれば、じゃあ CM と OA が垂直みたいなことが言えれば、OC と AC が等しいよみたいなことが言えて、他のところじゃあ OB の中点取って同様に考えていく。OC の中点取って同様に考えていく。
そういうことをやっていけば、いろんな辺の長さは等しいよということで、じゃあ最終的に全ての辺の長さが等しく正四面体ということが言えるんじゃないか。なのでゴールとして BM と OA というものが垂直となっているよと、このことを証明するみたいな感じで考えようと思います。じゃあ今 BM と OA が垂直みたいなことを言いたいわけなんですが、当然これ C から垂線を下ろしたよというような、こんな条件もちゃんと使わなければいけなくて、まだこれに関しては大して使ったわけではないので、これが使えるような形で処理していこうと思うんですけど、今 BM に関する話をしていて、なおかつこの垂線みたいなものを使いたいよと。じゃあそのことを考えたときに、じゃあそれを含む平面っていうものは結局ここの部分の C と M と B を結んでいくような、こんな平面に注目してみたいと思います。この平面に注目してあげて、これは垂直ですよというような、まあ、こういった条件があったり、今これ C からの情報だけですが、この平面の中でも B から奥の方に向かって下ろしていくよと、 B から奥の方に向かって下ろしていったときに、これ1対2同じ状況を考えてあげると、これが重心になっているよというふうな話ですので、同じここの M というのに対し、ここの MC を1対2に内分するような、こんな点がちょうど垂直みたいな、こういった状況になっているわけです。なのでこういった条件に注目してあげて、 BM 垂直 OA みたいな、そういったことを言おうと思うんですが、じゃあ C から下ろしたここの点を例えば P みたいな感じにして、 B から下ろした奥のところを Q みたいな感じにしようと思うんですが、じゃあまずここが垂直ですよと、まあ、これはこの CP というものが平面 OAB に垂直ですよというような、そんな意味になるんですが、この垂直というような条件を考えてあげると、じゃあ CP ってものが何に垂直なのかというと、平面 OAB に垂直というふうになるので、 OAB 内のどんな直線とも垂直になるよと。今 OA と垂直かどうかみたいな話をしているので、じゃあこれが平面 OAB 内の直線の中でも、まあ、特に OA と垂直というふうになっているよと、この CP と OA が垂直ですよということが言えるわけです。さらにこっち同じく、じゃあ BQ っていうものがこの平面 OAC と垂直になっているよ、こういった条件があるんですが、今 OA に関して考えているので、そこに関して注目してあげると、 BQ と OA が垂直ですよと、こういったことが出てくるわけです。でこの情報から何がわかるのかということなんですが、じゃあ今度 OA というところに注目してあげたときに、この OA というものは CP とも垂直だし BQ とも垂直ですよと、こういうことがわかっているわけです。この OA っていうものはこの平面 CMB 内の2つの直線 CP だったり BQ と垂直ですよと。でこの2つは平行じゃないので、この平面内の平行じゃない2つの直線と垂直ですよみたいな、そういった条件があれば、ここから何が分かるのかというと、この OA とこの平面が垂直ですよということが分かります。平面 MBC と垂直ですよと。この平面内の平行じゃないような2つの直線と垂直な直線があるんだとすると、これはもうこの平面と垂直ですよと、こういったことが分かるので、じゃあこの OA っていうものは平面 MBC と垂直ですよ、こういうことが分かり、じゃあここから何が分かるのかというと、平面 MBC 内のどんな直線と OA は垂直になるよということが分かるので、じゃあ MBC 内のどんな直線も、じゃあこの BM っていうものもこの MBC 内に含まれているので、この MBC 平面と OA が垂直、じゃあこの BM と OA も垂直だろう、こういうことがわかるわけです。で同様に奥の方に関しても同様に考えてあげると、この CM と OA も垂直ですよと、 OA と CM も垂直ですよということで、これでこんなことを言うことができたわけです。今 OA と BM が垂直ですよということが分かったので、さっきの話から、じゃあ BO と BA が等しいよと、 BO と BA が等しいよということが分かり、同じく奥の方の平面の平面 OAC、 三角形 OAC に注目してあげれば、 OA と CM が垂直ですよということで、まあ、この M は同じく中点というふうになっているので、 CO と CA が等しいよということがわかるわけです。 CO と CA が等しいよ、とりあえず今のここの部分に注目してあげると、こんな感じで辺の長さが等しいよというような情報が出てきました。今のこの処理は OA の中点 M だけに注目した際に得られた情報ですので、他のところに関しては同様に処理していこうと思うんですが、じゃあ今度 OB の中点を例えば N みたいな感じにしてあげるとどういうふうになるのかというと、今と全く同じ話をしてあげれば、結局この AN と OB が垂直ですよと、そして CN と OB が垂直ですよということが言えるので、そのことを合わせてあげると、結局 OAB というものが AO と AB が等しいような二等辺三角形というふうになるよと、同様にしてあげると AO と AB が等しいよみたいなことが出てきて、さらに OBC に注目してあげて、この中点 N に注目してあげれば CO と CB が等しいよと、まあ、こういうことがわかるわけです。まあ、これは OB の中点 N みたいな感じにしましたが、
じゃあ今度 OC の中点をまた何か取ってきてあげると、今度はどうなるのかというと、じゃあ同じく今度この B からここに向かっていったその直線と OC が垂直、まあ、奥の方のところに置いて、この A からここに向かってやったものと OC が垂直ですよ、同様にしてあげると OBC に注目してあげれば BO と BC が等しいような、そんな二等辺三角形というふうになっているよと。BO と BC が等しく、さらに奥の OAC に注目してあげれば AO と AC が等しいよと。同じような感じで他のところの中点に注目してあげるとこういった情報が出てきて、これでたくさんの辺の長さが等しいみたいな情報が出てきたわけです。じゃあ以上の話っていうものをまとめてあげると何がわかるのかというと、じゃあ BO に関する話をしてあげると BO と BA が等しいよということが分かっていて、他に BO が登場しているのはここの部分で BO と BC が等しいよということも分かったよと。 BO と BC が等しく、さらに BA、AB が登場しているのはここの部分で、これが AO と等しいよ、こういうことも分かり、じゃあ AO と AC は等しいので AO と AC が等しいよ、これも等しく、じゃあ AC と CO が等しいのでこれと CO が等しいよと。で、CO と CB が等しく、まあ、こういうところは等しいよということで、こういった情報が出てきたよと。今、OA、OB、OC 考えてあげたときに、OA も OB も OC も等しいよと。あと下の方で AB と BC と CA。AB も BC も CA も全て等しいよと。6個の辺があるわけなんですが、その6個の辺全て等しいよと。よってなので、このことにより、全ての辺の長さが等しいよ。正四面体であるよということを示すことができたわけです。なので、これで証明がおしまいです。こんな感じで垂線であるというようなこの垂直の情報と、あとは重心に含まれる中点というような情報に注目してあげると、それらの処理によって辺の長さが等しいという情報がたくさん得られて、まあ、それをすることによって全部の辺の長さが等しいよ、こんな感じで図形的に調べることができました。ただこの発想っていうものはなかなか試験上だと思いつかないようなそんなものかもしれませんので、もし思いつかなかった場合っていうものはこういったことを時間かけて考えるよりはもちろん計算で機械的に処理できるそんな方針というのを知っておくといいと思いますので、まあ、その場合はベクトルを選択するといいんじゃないのかなというふうに思いますので、その解法も紹介していこうと思います。今度は空間ベクトルでの解法っていうのを見ていこうと思うんですが、空間ベクトルでは一時独立な3つの基準となるようなベクトルっていうのを用意してあげると、全てのベクトルはその3つで表すことができるというふうな話があるので、まずは基準となるような3つのベクトルっていうのを用意したいと思います。 O を支点として OA、OB、OC、 この3つというふうにしてあげて、OA、OB、OC、まあ、それぞれ A、B、C みたいな感じのこんな文字で表すことにしたいと思うんですが、こんな感じで設定してあげて空間ベクトルを使って処理をしていこうと思います。さっきの図形的な処理っていうものはある程度図形を眺めてあげて考察しなければいけなかったんですが、このベクトルっていうものは基本的に計算によって処理することができるもので、この問題に関してもこの与えられた条件をじゃあこのベクトルを使って表して、あとは計算してあげればそれで正四面体であるということを示すことができます。まあ、ここからはもうほとんど機械的な処理ではあるんですが、頑張って計算していくと、まず A からじゃあ下ろすよというふうなこんな条件を考えてあげると、まあ、ここを P みたいな感じにしましょうか。で、これは重心ですよというふうに言っているので、じゃあ OP っていうものが三角形 OBC の重心ですよと。3分の 1B 足す3分の 1C というふうに表すことができるよと。で、さらに AP が平面 OBC と垂直ですよということなんですが、平面と直線が垂直ということは、この直線というものがこの平面内の平行じゃない2つの直線と垂直というふうになるよと。ベクトルの言葉で言うと、AP というベクトルとこの平面内の一時独立な2つのベクトルとの内積が0ですよと。まあ、例えば計算が楽になるようなものでいうと OB というものがあるので、 AP ベクトルと OB ベクトルが垂直ですよと、すなわち内積が0ですよと。さらに2つ目として、じゃあ OC というものがあるので AP と OC の内積が0ですよと。これでじゃあこの P が重心であり、あとはこれは垂線ですよというようなこんな条件の処理がおしまいです。で、他のところに関しても同様で、じゃあ B からこっちの部分というものは Q というふうにしましょうか。今度は OQ っていうものは3分の 1A 足す3分の 1C みたいな感じで表すことができ、さらに BQ というものが、じゃあ OA と OC と垂直ですよと。じゃあ BQ と OA 内積が0、そして BQ と OC 内積が0。まあ、こういうふうに表すことができ、じゃあ今度 C からの方に関して、まあ、こっちを R みたいな感じにしてあげると、OR は3分の 1A 足す3分の 1B というふうに表すことができ、さらに垂直条件として CR と OA の内積が0と、そして CR と OB の内積が0というふうな感じで、これで与えられた条件すべて式で表すことができ、あとはこの OQ ベクトルの表示と OR ベクトルの表示は必要ですが、あとはこの ABC を使って代入してあげて計算していって、この式ってものを処理していけば、そこから正四面体であるということを計算することができるので、あとは頑張って計算してあげればそれでおしまいです。
まあ、この6つの式が出てくるわけなんですが、それ全部一気に処理しようとするとちょっとごちゃごちゃするので、まあ、せっかくですのでもうちょっと整理しながら進めていこうと思うんですが、一気に6つ計算するよりも、まあ、処理しやすい部分に関しては処理しながら進めていくといいのかなというふうに思うんですが、例えば今回で言うと6つの連立方程式みたいな感じになるわけなんですが、まあ、そこから文字消去みたいなそういったことを考えた際には共通する部分が多い方がそれは文字消去みたいなことがしやすいよと、まあ、そういうことを考えた時に、じゃあ例えば OA みたいな感じに1箇所に注目してあげると、じゃあ OA を含んでいるようなものとして、じゃあこの BQ と OA の内積が0っていうのと CR と OA の内積が0ですよと。なので6つ一気に処理するのではなく、こんな感じで共通する部分の多いような、すなわちこの2つによって何か情報が得られそうな、こういったところに注目して処理していこうと思うんですが、じゃあまず1つ目、 BQ と OA の内積が0ですよと。この BQ っていうものはどういうふうになるのかというと、これは OQ-OB みたいな感じになって、 OQ っていうものはこれは3分の1の A 足す3分の1の C というふうになり、そこから OB を引くよと。なのでこの BQ と OA の内積が0ですよと。すなわち OA ベクトルと、あとは3分の1の A 足す3分の1の C マイナス B、 この内積が0ですよと、こういった条件になり、じゃあ下側の方、 CR と OA の内積が0ですよということなんですが、 CR は OR と OC の差ですよと。 OR っていうものは OAB のその重心の部分ですので、3分の1の A 足す3分の1の B で、そこから OC 引くよと、マイナスの C、それと A との内積ですよということですので、 A ベクトルと3分の1の A 足す3分の1の B 引く C と、まあ、この内積は0ですよというふうな感じで、とりあえず6つの式があるわけなんですが、 OA を含んでいるようなこの2つに注目してみたいと思います。でこういうふうな感じで注目してあげると、 A が共通していて、この3分の 1A、 3分の 1A みたいなものが共通しているので、じゃあこれでこの A みたいなものを消去できるんじゃないかと。これ上引く下みたいな感じにしてあげると、この内積っていうものは分配法則みたいなものを成立するよと。すなわち上引く下みたいな感じしたときに、この A でくくることができ、上引く下ここがキャンセルされるよと。あと残りに関しては3分の 1C でマイナスのマイナスというふうなので、プラスの3分の 4C みたいな感じになり、これマイナス B、 そこから3分の1っていうのを引くので、マイナスの3分の 4B みたいな感じになるよと。でこれイコール0ですよというふうな感じで、こういうふうな比較的シンプルな情報っていうのを出すことができました。で今この内積は0ですよというふうな情報が多かったんですが、まあ、これ両辺4分の3倍してあげると A ベクトルと C-B と4分の3倍してあげると、これが0ですよと。あとはこれ展開してあげれば、 A と C の内積引く A と B の内積が0ですよと、まあ、移行してあげれば A と B の内積と A と C の内積が等しいよ、こういった情報が出てきたわけです。今 OA を含むようなそんな2つの差を取ることによってこういった情報が出てきたよということなんですが、じゃあ同じような感じで OB を含むようなこんな2つで差を取ってあげれば何が出てくるのかということを考えてあげると、今度は B と A の内積と B と C の内積は等しいよみたいなことが出てくるはずで、これ実際に計算してあげれば、もしくは今回対照的な条件というふうになっているので、 A と B と A と C の内積が等しいんだったら他のところに注目してあげれば、 B と C とあとは C と A の内積、 A と B と B と C の内積も等しいよと。すなわちこのベクトルとして何か図形的な情報を処理する際には、この3つのベクトルの大きさの3つの情報と、あとはこれらの2つ取って得られるようなその内積の3つの情報、全部で6つの情報が必要なんですが、とりあえず内積に関しては全部等しいよ、こういうことが分かりました。なので例えばこの値を K みたいな感じに置くことにしたいと思います。すなわち6つの式を一気に処理していこうとすると、なんかたくさんの文字が出てきてごちゃごちゃするんですが、まあ、一旦一部に注目してあげると、それで得られた情報があれば、まあ、それを使って残りの条件っていうものは比較的簡単に処理することができるので、まずそんな感じで一部のところに注目してあげたよと。今回で言うと3つの内積が等しいよということで、まあ、これで結構大きな情報が多かったわけです。でここから何が分かるのかということなんですが、大きさの情報と内積の情報の2つが重要な情報というふうになるわけなんですが、もう内積の方は全部等しいよと。なのでこれらの条件っていうものはかなりシンプルに表すことができ、例えばこの1つ目の BQ と OA の内積が0ですよと、その条件っていうものは展開してあげれば、3分の1の A の大きさの2乗足す3分の1の C と A マイナスの A と B なんですが、今分かったこととして、この内積は全て等しいよと、この分 K というふうに分かり、このプラスの3分の1の K みたいな感じにまとめることができ、すなわち3分の 1K 引く K なのでマイナスの3分の 2K と。でこれ移行してあげれば、これイコール3分の 2K というふうになり、
両辺3倍下げれば a の大きさの2乗イコール 2k というふうになったよと。なので、まあ、この k っていうものは正の値じゃなきゃおかしいよということがわかるわけなんですが、まあ、この時に a の大きさ、ここにルートを取ってあげればルート 2k というふうになるよと。まあ、なんか2乗なのでこれは正じゃないとこの条件を満たしていないよと。まあ、今満たしているというふうに仮定しているので、まあ、ここから正というようなそういった情報がわかるわけなんですが、 a の大きさがルート 2k というふうにわかりました。で、同じような感じで他のところに注目してあげると、結局全部この内積は等しいので、じゃあ B の大きさも C の大きさも全部ルート 2K に等しいよということで、こういった感じで大きさに関する情報、内積に関する情報が出てきて、これで基本的な処理がおしまいというふうになります。まあ、ちなみに今回一辺の長さはどうのこうのみたいなそういった情報がないので、大きさが具体的に確定することはないよと。なんか一つの文字が含まれていて、まあ、それで関連処理が終わったわけなんですが、今分かった情報として、じゃあこんな感じで ABC というふうに置いてあげると、じゃあ A の大きさも B の大きさも C の大きさも全部等しいよと、まあ、OM OB も OC も全部等しく、これがルート 2K ですよと。で、さらに内積ってものを全部等しく、これがこのルート 2K に対し K というふうな値になっているよと。 A と B の内積、 B と C の内積、 C と A の内積、まあ、全部等しく K というふうな値になっているよ。こういうことが分かったわけで、じゃあここから今示したかったことに関しては正四面体ですよと。じゃあこのことを言おうと思うんですが、今じゃあ例えば三角形 OAB というふうな感じに注目してあげれば A ベクトル、B ベクトル。で、あとは大きさも大きさも内積も全て分かっているので、じゃあ結局ここの角度が分かるはずだろうと。今大きさ大きさ内積全て分かったので、この角度が分かって、今最終的に正三角形であるということを言いたいので、今二辺の長さが等しいよと。あとはこの角度が60度ですよというふうに言えればもう正三角形というふうに確定するので、この間の角っていうのを調べていこうと思います。すなわちコサインの角 AOB っていうものはベクトルを使って表してあげると A の大きさ B の大きさ分の内積というふうになるよと。で、今 A の大きさも B の大きさもどちらもルート 2K に等しいので、ルート 2K の2乗で 2K 分のこれ K というふうになっていて、今これは正じゃなきゃおかしいよというふうな話でしたので、これ約分されて2分の1というふうになるよと。これで角 AOB イコール60度だよと、コサインが2分の1なので60度だよというふうに分かって、じゃあこれで三角形 OAB が正三角形ということが分かったわけです。他に OBC に関しても同じくそれが正三角形、 OAC に関してもそれが正三角形、結局構成しているのは辺 OAABOB、 そして OBBCOCOAOCAC、 全ての辺の長さが等しいよということですので、これで正四面体ですよということが分かり、これで証明がおしまいです。はい、ということで今回は2016年兄弟文系の第4問に関して見ていきました。最初に紹介した図形的な処理ができると割とパッとできてしまうので、それが思いつけばいいんですが、ただ試験上だとなかなか難しいところもあると思いますし、まあ、そういうことに時間をかけてなかなか思いつかないぐらいだったら、もう諦めてこういうふうな感じでベクトルを使って計算する。もうこうすれば多少時間はかかってちょっと計算は面倒かもしれませんが、確実に証明することができますので、図形的な解法を浮かばなければこういうふうな感じでベクトルを選択すればいいのかなというふうに思います。とりあえずベクトルを使えばただ計算するだけですので、そういう意味ではそんなに難しい問題ではありませんが、ただ見た目として、まあ、初等幾何的な、特に兄弟こういった四面体とか正四面体に関しては図形的な証明の話とかっていうのはよく出てくる話題なんですが、ちょっと難しそうな見た目をしておりますし、まあ、実際処理としてめちゃくちゃ簡単かと言われるとそうでもなく、ちょっと大変な部分もありますので、まあ、他の問題で確実に取れる部分っていうものはしっかりとって、さらに残った時間があるんだとすると、まあ、例えばこんな感じでゴリゴリやっていくものでもいいと思うんですが、それでこの問題に時間かけられるといいのかなというふうな、まあ、そんな印象の問題であります。特に文系ということを考えると、もしこの問題取れたらかなり数学で稼げるような、そんな問題なんじゃないのかなというふうな、そんな印象でありました。はい、ということで今回はこちらを見ていきました。また見てください。バイバイ。